島。長老様の夢の通りなら。何でしょう。私たちがこの地に導かれたことには。おい、何者か知らねえが、出て。なんだこいつ。なるほど。オイラは神の民だよ。神の民？なんだ。そっか、最近の地上人は知らないんだな。神の民はロトゼタシア。マジかよ。けどそんな大そりゃあ、もともとこの辺りは神の民たちが暮らす里だったからね。けど魔王軍に襲われて里のあった浮島を。そんなことが。魔王のやつ、むちゃくちゃしやがれ。さっきは疑って悪かったな。けどよ、なんであんたは助かったんだ。見たところこの場所は無事見た。この太陽の神殿の奥には、世界が誕生した時から神の民の里が襲われた時、オイラはたまたま神殿内を掃除してて、聖なる種火の籠。聖なる種火の籠だって。私たちは魔王の闇を打ち払う力を求め、この天空の地まで赴いたのです。魔王を倒せるほどの力か。教えてあげたいところだけど、オイラこう見えてまだ子供で。まあ知らないんじゃ仕方ないな。せっか。そうですね。ですがこのまま。ああ、オイラのことなら気にしないで大丈夫。それに魔王が倒されて太女様が復活すれば、お、そうすれば死んでしまった者たちもいつかまた。だから頼んだよ。あんた、こいつのこと。なんて清らかで神々しい、この炎が。これは、あざが反応している。な、
何だったんだ今のは。聖なる種火の炎。皆様、あれ？あの三本の苗木からは、あの木々を調べましょう。何か大事なことを伝え。今の光景、みんなにも。同じく左手にあざのある方がいらっしゃいましたね。うん、お主ならわかるはず。あの方こそわしらの祖先、伝説の。まさかこのような形で。そのゆ今のがかつて邪悪の神を倒した先代の勇なら、先代勇者が邪悪の神と戦った時のこと。試してみるか。何かしら、あの大きいハンマー、先代勇者ちゃんたちの様子。あのハンマーの形状、武器というより鍛冶用のものに近いな。そうですね。それにあの場所もどこ。考えていても仕方ないわ。今の光景は一体。先代の勇者たちは何かの功績を集めて特殊なハンマーを使い剣を打っていた。あ、もしかして私たちが姫様、そうに違いありません。じゃ、つまりそれこそが私たちが求めるべき闇を打ち払う力なのですね。先代勇者が作った勇者の剣は今や魔王の手の中だ。だが俺たちの手で作ろうぜ、魔王の野郎をぶっ倒すための新たな勇者の剣を。よし、決まりだね。それじゃ、情報は少ないが先代勇者たちの見覚えのある風景もあったし、世界中を旅してきた俺たちなら。最初の鉱石を採掘していたのはこの場所と同じく天空の浮島じゃった。ハンマーがあった場所はきっとサマディ地方のどこかよ。サマディの王様に聞いてみましょう。思い出しました。最後に見た剣を打っていた山。では天空の浮島とサマディ王国とホムラの里に向かうとしよう。そこを巡れば。
お姉様と歩んできた旅の日々。ああ、そのと。なるほどね。でもそれで思い出したよ。邪悪の神と戦った人間、つまり兄ちゃんたちが見たのは、その時先代勇者が功績を集めてた浮島。天空の古戦場じゃと。しかし何故そのようなとこ。古い話だから詳しくは知らないけど、戦いの果てにその金属の鉱脈も失われてしまったと聞。兄ちゃんたち行くなら気をつけてね。そのような場所が。そうそう、もし何をすべきか忘れた。みんな
ヤヤク様、化け物に襲われたあの化け物がいる限り、いつまでも。化け物ごときに尻尾を巻いて逃げてきよって、このたわけが。怪我さえなければ、化け物なぞこの手でせ。ものすごい剣幕ね。あ、客人か。す、見たところずいぶん腕が立つようだ。名は。この里には火の神を称えるため、日野の木火山で先日その儀式をするために日野の木火山に神官を送ったんだが、逃げ帰ってきた神官の話では、化け物のやつは本来なら私が成敗してやりたいところだが、この地に救う火竜を倒した時に怪我をし、旅の者に頼むのは気が引けるが、里のため化け物を退治して。おお、引き受けてくれるか。礼を言うぞ。まずは化け物が出没した西隣にある日野の木火山の山道を調べて。火の神よ、